もしゃもしゃ。こんにちは。本日は猫の写真を参考に絵を描きました。見ながら描くとやっぱり描きやすいですね。木炭とパステルでザクザクと描いていますが、正確ではない。ほんじゃ、完成図からでおます。モノクロで描くとそれっぽく見えるのでおすすめです。モノクロで木炭筆で描くのめっちゃ楽しいです。なんせ描きやすい。完成です。この動画ではいろんな絵を描きます。楽しんでもらえると嬉しいです。では。